はい、こんばんは。今日はですね、先日、出した照ノ富士の発言がファン軽視してるぞみたいなことをね、出した動画あるんですけど、まあ、そこに結構ね、コメントをいくつかいただいたんで、まあ、そのコメント見ながらちょっとお話ししようかなと思って動画撮ってます。で、なんか動画の中でも僕、そのコメントくださいねとかって言ったんで、本当にもらえて嬉しかったなって思ってます。ただやっぱりこう、なんていうのかな、あ、なるほどっていうかね、そういうふうに考えてなかったなって思うところとかが多かったので、ちょっとその辺も含めて、まあ自分が今それについてね、どういうふうに思ってるのかなみたいなことをお話ししたいなと思ってます。基本的にはあれです。全部の意見に対して別に何ですかね、全然いいと思ってるし、反対するというか、なんか怒ったりとかそういうことは何もないんですけど、なんかね、一番気になったのが、ちょっとね、このコメントが、そもそも照ノ富士のコメントがね、相撲ファンに対して怒ってるんじゃなくて、まあ、現役力士に対する OB 力士、相撲 OB の人とか、横審とか、なんかそういう内部的な人に、怒ってるんじゃないのかとか、まあ、そういう人に向けての発言なんじゃないのかっていうコメントが多かったですね。推測ですが、相撲ファンに対して怒ってるのではなく、自分が現役時代が一番すごかった、今はレベルが低い的な発言を繰り返す一部相撲 OB に対してではないかと思いますとか、こんな感じのことが書かれていました。で、まあ確かに言われてみると、僕そこまでね、まあ、そういう人も入ってるかなと思ったけど、基本書き方だとちょっと、対象がすごい広く出てたんで、まあその一般的なファンの人もそうだし、 OB の人もそうだし、まあとにかく誰でも、今力士じゃない人たちが自分たちの環境に対してなんか文句を言ったりとか、俺らの時代の方が、俺がよく相撲を見てた頃の方が強かったよとか、そういうことを言う人に向けて全方向に出してるのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、今のこのコメントの方の捉え方でいくと、その人たちだけ限定した言い方なんじゃないのかなっていうことをおっしゃってました。で、これはね、僕ちょっとその人たちだけに限定した聞き方、言い方とは思ってなかったんで、なるほどというふうに思ったんですけど、で、気になってちょっとこう記事をね、もう一回読み直してみたんですよね、探して。で、ちょっとこれね、この間にも詳しい記事があったんで、そのコメント全部読んでみたいんですけど、今の時代力士がああだこうだ言われることが多い、逆に今の力士たちがみんな相撲に向き合う姿勢が昔より良くなっているからこそ、誰が優勝してもおかしくない大相撲になってきていると思う。だからこそそういうことを言ってほしくない。自分が入門して14年間やってきて、今の力士たちが一番強いと感じる。肌を合わせているからこそ分かることだと思う。見ているだけでああだこうだ言ってほしくないのは正直ある。自分の中で今が一番理想的な相撲を取れている。筋トレにしても今まで上げられなかった重量を上げられるようになっている。にもかかわらず、本場所や稽古場や本場所でやっても昔と違って絶対に勝てる自信はないと。まあ、これ、あとこうもか、他の力士たちも稽古場で番数が少ないと言われる。だけどみんなそれだけではなくて、他のところで治療やトレーニングをものすごい頑張っているのを聞く。相撲を取って簡単に勝てるわけではないから、場所中の15日間を今まで以上に私生活から集中してやっていると。いうことが、まあ、この間よりもだいぶ詳しくコメントが書かれていました。で、これ今僕ね、動画撮る前にもう何回か読んだんですね。で、確かにさっきのコメント書いてくれた方みたいに、あ、まあ確かにその相撲 OB に言ってるのかなというふうにも聞こえなくもないんですけど、まあこれちょっとね、さ、自分がその意固地だとか頑固だっていうふうに言われちゃうと、まあそんなつもりは決してないんですけど、まあそうかもしれないんだけどね、そうかもしれないけど、今回のことに関しては全然そのこだわっているわけじゃないので、純粋に思ってることなんですけど、
まあ、仮に相撲 OB の人だったとしても、やっぱりそんなことって言われても別に仕方がないことかなっていうふうに僕は思うんだよね。この間の動画でも言ったんだけど、だから照ノ富士も我慢しなさいっていうふうにも思ってないし、他の力士も我慢しなさいとも思ってないんだけど、言われても仕方がないし、照ノ富士が思うのも自由だけど、でもやっぱりこれってその横綱として、公式な記者会見に近いですよね。これ一夜明け会見っていう場所で喋ったんで、でそういう場所でその人たちにこう言うのって、なんかちょっと僕はやっぱり違うんじゃないのかなというふうに今でも思いますね。気持ちはすごくわかりますよ。あれでしょ？自分の先輩風吹かした人たちが俺らの時代の方がすごかったぞみたいなやつが鬱陶しいっていう話でしょ？そりゃそうでしょ。それは鬱陶しいでしょ。鬱陶しいけども、でもそれってみんな言われてきてることじゃないですか。やし、だからといってそれによって何か影響って受けてるんですかね、実際に。悪い影響って、鬱陶しいだけじゃないのかなって思うんですよね。なんで別にそんなことを、何て言うのかな、ムキになって反論するのって何の意味があるんだろうなと思うんですよね。例えばそれが自分の部屋の親方とか、自分の力士としてのね、生活に影響を及ぼすような人だったとしたら、わからなくもないんですけど、じゃあ仮に例えば高藤力さんとか、あと誰ですか？その舞の海さんとかですか？わかんないですけど、あと、相撲 OB だったりとか、その辺の人たちが行ったところで何にも影響ないと僕は思うんですよね。鬱陶しいなと思うぐらいで。で、それを、こういう言い方をするのって無気だなと思って、別に普通に、じゃあ逆にさ、昔の力士よりも今の方が強いと思いますよっていうことだけ言えばいいわけじゃないですか。でもそれに、今の人たちの方がすごい頑張ってるのに、ああだこうだ言ってほしくないっていうのはすごい女々しいなっていうふうに僕はやっぱり思いますね。これを結構かばってくれてて、横綱優しい、かっこいいみたいなふうに言う人がいるっていうのも、全然理解はできますけど、僕はちょっと雰囲気的にそういうふうには思わないですっていう感じですね。ただ、おそらくこのね、こういうコメント多かったんで、他にもね、何があったかな。視点がちょっと独特ですね。ファン軽視ではありません。ファンに言っているのではない。なんでわかるんですかね。照ノ富士の発言に違和感を感じるとのことですが、ファンに向かって言っていると決めつけているような論評で、むしろこの動画の方がすごく違和感を感じます。もしファンに対して言っているのだとしたら、一部のアンチは何かにつけて批判や論評をするファンに対してならあり得るかと思いますと。逆になんでそのファンに言ってるのではないっていうのがわかるんですかね。これ別にファンに言ってる可能性もあるし、ファンじゃない可能性もあるし、なるほどと思うんですけどね。でも結構こういうコメントがね、でも言ってもね、その10件20件ぐらいしかないから、母数的に絶対これが多数派だっていうふうには思わないんですけど、結構そのファンに言ってるわけじゃないんだよ。でも僕の中のファンっていうのの定義が、結構その OB の人も含めちゃってたっていうイメージなんですけどね。だって実際無関係な人じゃないですか。高藤力さんって相撲ファンじゃないですか、ただの。相撲 OB でもあるけど。だから無関係な人っていう意味で僕はファンっていう言葉を使ってるんですけど、だから仮にね、ちょっとこう例として出したら失礼かもしれないけど、高藤力さんを例として考えるとさ、高藤力さんが今の力士の人たちにぐちぐち文句言うのって別に自由じゃないかなって僕思うんですよね。で、それが多分鬱陶しいっていうことだったら合ってますよね、多分みんなが言ってることに。で、照ノ富士がそれに対して、いやいや俺たちは結構頑張ってんだよみたいな、
お前たちの時よりも俺たちの方が努力してるし、まあ、みんなガチンコだから勝てなくなってきてるんだよって言ってるんだけど、そんなことをそこで言い返すことじゃないのになっていうのはこの間動画で話したのと同じだし、もっと言うとその照ノ富士からすると高遠力みたいな人って必要ないみたいなイメージじゃないですか、ファンっていうかその関係者としても。僕はね、まあ、好き嫌いは別としてよ。僕は別にその高遠力さんのやってる YouTube チャンネルとかそんな好きじゃないけど、でもなんかすごい大事な人だし、相撲好きなんだろうし、すごく役に立っている人だと僕は思うんですよね。良くも悪くもあるかもしれないけど。なんか、僕はなんかね、そういうふうに思うから、まあ、確かに照ノ富士たち現役力士にとってはね、鬱陶しい存在の人っていっぱいいると思うんだけど、まあ、個人的にはね、僕はそれも含めて大相撲だと思ってるんで、まあなんかその清廉潔白な、なんかこう立派なファンばっかりが集まってるなんてね、どのスポーツでもありえないと思うし、なんかちなみにさっきのコメントの中でファンに対して言ってるんだとしたら、一部のアンチや何かにつけて批判や論評をするファンに対してならあり得るかと思いますって書いてあるんですけど、これすらも僕はいいと思ってるんですよね。何かにつけて批判や論評をするファンっていうのが、普通のじゃあそういうことしないファンと比較して劣ってるんですかね、そのファンっていうのは。僕は一緒だと思いますけどね。なんかこれってすごいこう、批判や論評をするファンっていうのの質が、なんていうのかな、低いっていうふうに見られて、なんか結構、なんていうのかな、すごい資本主義というか、なんかこう、ファンそれぞれに対して価値を設けてるなっていうふうなコメントに僕はお見受けしたんですよね。現実僕あると思いますよ。質のいいファンと質の悪いファンって僕はあると思ってます。僕はあると思ってるけど、でもそれって言えないですよ。それは一般的には、その遠慮してとかじゃなくて、言ったって何て言うんですかね、その何も発展しないし、僕は中ではあると思ってるけど、そんなことは言ったって意味がないことだし、相手にも同じこと言われたらもうそれ以上何も話が進まないから。ファンっていうのは僕の中ではもう等しく1だと思ってますよ。どんな人でも1だと思います。高遠力さんでも1だし、僕でも1だし、このコメント書いてる方でも1だし、もう批判ばっかりする人でも1だし、みたいな。だからなるべくたくさん質の、まあ、自分にとってね、なんか共感できる人とか、同じように思って応援したい人とか、まあ、同じじゃなくても、まあ、そういう人たちとね、一緒に応援したいなみたいな人がたくさん集まると僕は嬉しいなと思ってるけど、現実問題、その批判とか論評をするファンが多くなってる現実の中で、なんかその人たちを批判するんじゃなくて、逆にこっちがね、なんか自分たちがなんか本当に相撲が好きだなとか、こういう人と一緒に応援したいなっていう人が集まることの方が僕は大事だと思うタイプなんで、なんかその自分と違うファンに対してね、なんかその価値を軽んじるようなことに僕は聞こえたんですよね、照ノ富士に関しても。だから高遠力さんだったって、なんか 高遠力さんのことばっかり言ってるわけじゃないと思うんですけどね、照ノ富士も高遠力を言ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ分かりやすく高遠力さんで例えるとすると、すごい嫌な部分もあると思うけど、すごくプラスの部分もいっぱい生まれてると思うし。まあそうやってね、いろんな人がいろんな影響を大相撲の世界にね、与えてるんじゃないのかなっていうふうに思ってるので、まあ僕は何回もね、本当に言って逃げてるみたいですけど、普通に照ノ富士が言う気持ちもめちゃくちゃわかるし、気持ちも理解できるけど、でもさ、やっぱそれは言っちゃおしまいよっていう感じかな。まあ中でね、思ってるってことは分かるし、言い方はね、もう少しその、まあ自分はこう思ってるとかね、それが、例えばまあその昔よりも今の力士の方が強いと僕は信じてるよとか、まあそれぐらいにとどめるぐらいじゃないと、なんか変にその相手方にもまたなんか反論のね、スペースを与えるような なんか無駄な争いが始まりそうだなと思って。
そんなのだって結局照ノ富士だったって昔の人と戦ったことないわけだから、昔の人より今が強いかどうかなんて分かんないわけじゃないですか、実際はね。その多分今の方が強いだろうっていうのは言えるかもしれないし、だから実際本当はね、そのぐち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 言ってる OB の方が正しいかもしれないわけじゃないですか。それは分かんないじゃないですか。だからお互い様ですよ、そんなのは。だからそんなに文句があるんだったら照ノ富士も同じことを言えばいいだけだと思うんですよね。いや、あなたたちより僕の方が強いですよって、いや、お前たちより俺たちの方が強かったよみたいな、そんだけのなんか戦いになるだけなのに、なんかそれを現役の力士の人たちの方だけなんか優遇してね、なんかその言葉を今の力士を守るためなんだとかって言うけど、じゃあ昔の人たちを守る人たちはどこにいるんだろうなっていうふうにも思うので、まあ、僕は別にどっちもどっちだと思ってるんで、どっちも勝手に好きなこと言ってりゃいいじゃんって思いますね。僕は普通に現役力士の方が強いと思いますよ、今の方が。まあ、これはなんか別に力士に限らず、スポーツってやっぱり一番新しい世代の方がね、一番強いっていうのはそれは当然だと僕は思ってるんで、そう思いますけど、でもおじいちゃんとかね、その自分の時代がすごかったっていう人もいっぱいいるだろうし、それはそれでふーんって言って聞いてあげればいいんじゃないのかなって思いますね。はい。まあ、あと気になったコメントとしては、どこ見て喋ってるのみたいなコメントがあったんですけど、これはこっちの方にパソコンがあって、そっちのパソコンの画面をね見ながら喋ってました。この間ニュースの記事を見ながら喋ってたのかな。はい。そんな感じですかね。あとはまあなんかその照ノ富士の意見をね尊重しますよとか、他の力士を守ってあげたいという気持ちがあるんじゃないかとかね、そういうコメントが多くて、やっぱり照ノ富士をね、賛同する意見が多かったですね。あとはなんかあれですね、一回のファンである自分でさえ不快だと思うことがあるから、土俵の上で戦っている力士たちに対してリスペクトを持ってくれって言いたいんだろうなということをおっしゃっている方もいて、まあ、これは確かにそれはね、まあでも無理ですよね、そういう人ばっかじゃないから世の中って。僕はすごい賛同するけどまあほとんどの人がねそういうふうに思ってくれないパターンの方が多いんじゃないのかなと思って、僕はもう半分以上諦めているので、そういうところに関してはね、まあそんな立派な人たちだけで囲まれるようなスポーツってないなっていうふうに僕は諦めてますけど、まあでもおっしゃることは確かにっていう感じですよね。はい。ということでね、なんかちょっとこう反論気味になっちゃったんだけど、まあ実際僕は、はい、どっちでもないんですね。照ノ富士の味方でもないし、その OB とかね、ファンとか、なんか、まあ、どっちもどっちよっていうふうに思ってるだけなんですけど、なんか結構そうですね、優しい人が多いというか、現役力士照ノ富士守ってあげたいみたいな空気がすごい伝わってくるので、いい視聴者がこのチャンネルにはいるんだなってそう思いました。すごいなんか民度が高いんじゃないのかな、まあ、これは本当にそう思ってます。普通に皮肉でも何でもなく思ってて、はい。まあ僕はね、ちょっと何でも言いたいよっていうタイプだし、まあ、自分が全く無関係で、力士OBでもないっていうことを自覚した上でこういうことやってるから、まあ、よりそういう気持ちが強い人なのかもしれないですけど、すごくでもこういうコメントいただけて、勉強になるっていうとちょっと嘘くさく聞こえるかもしれないですけど、普通になるほどと、なんかその感覚値がね、自分がどれぐらいずれてるのかなとか、他の人はどんな風に感じてるのかなっていうのが聞けたので、本当にこれは嬉しかったんで、初めてですね、このコメントに対しての動画撮るっていうのは初めてなんですけど、それぐらい本当に刺激というか面白かったなっていうふうに思ってるので、ぜひ、まあ、今後もね多分こんな感じで、まあ、僕はこう思うよみたいなやつに対して、はぁみたいなこともたくさんあると思うので、そういう時にはなんかコメントとかね書いてくれると、全然まあ厳しい口調よりは普通にね書いてくれた方が嬉しいは嬉しいんですけど、まあ全然意見の違いについては大歓迎なんで、ぜひまた教えてください。ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで3日前かな、3日4日前に出した照ノ富士の発言はファン軽視だよみたいなね、ちょっと
そのタイトルをつけたものについてのコメントに対して、もう一回自分の思うことを動画撮ってみました。ということでね、ビソー。